マニラ市域とトンドトンドとは、フィリピンの首都マニラの北西部に位置する地区である。パシュック川の河口のすぐ北側にあり、世界で有数の人口密集地帯として知られる。面積は9 1 0ートルで、59307人もの人々が住んでおり、人口密度は64,868.9人、軽平方メートルにもなる。川を挟んだ向かいには、 マニラを代表する歴史的景観地区であるイントラムロスがある。貧困地域として世界的に有名であり、市内のスラムの多くがこの地区に存在する。スモーキーマウンテンの名で知られるゴミの最終処分場もこの地区に存在していた。また、13代大統領ジョセフ・エストラーダ、歌手であり、女優のレジーン、ベラスケス、秘密組織、 カティプナンのリーダーアンドレス・ボニファシオの出生地でもある。トンドには古い歴史がある。西暦900年頃にカビ文字で書かれた法律文書ラグナドー反比文が見つかっており、これにはトンドの支配者の名前が見られる。後に中国人移民によりトンド王国が建てられ、その都としてト都トが建設された。 伝説では1279年の崖山の戦いで、元に敗れた宋のオチウドが建国したという。トンドは、都として栄えたが、1500年頃にはブルネーがパシュック、川対岸にマニラ王国を作って、トンドを屈服させ、ルソン国を支配下に置いた。1571年、スペイン人がルソン国を征服し、トンドはパンパンが州の中心となり、後に、 トンド州となった。1896年にはスペインに対する1896年革命の中心となった。アメリカ支配下でトンド州は廃止され、さらにマニラ市の一部となった。1978年4月2日、トンド地区のスラム街で不審火による大規模な火災が発生。800戸以上が消失し、多数の住民が焼け出された。ありがとうございます。